が、まあ、こちら大阪のですね、まあ、梅田に、現在いるんですけども、まあ、ちょっとねここ最近、野球ブームで野球がちょこちょこありまして、まあ、近々ね紅白戦であったりとか海外試合も、予定しているんですが、まあ、それのね、まあ、練習のために、まあ、実はね、まあ、ツイッターを見ていただいている方は分かると思うんですけども、ちょこちょこバッティングセンターに行ってるんですよ。なので、まあ、それをね、まあ、YouTube にしてなかったので、今日はそれをちょっと YouTube で撮って、まあ、売ってるところ、まあ、今日打つだけですけども、動画にしようかなと思いますね。撮っていいですか。君結構後ろやからボケボケやで。久しぶり。はい、毎度。どうも、佐々木圭介です。はい、どうも。久しぶり。はい、毎度。何しろ。そんなこと、いや、何してるの、こっちのセリフや。君何してるの。何やろ、ウィル・スミスの子供みたいな感じになって。ねえ、すごなったやろ。びっくりしたわ。ボリュームがすごいやろ。そんなに髪の毛あったんやなぐらいあるよ。キャップが入らんから。入らん。ちょっとあれやな。こんな髪型の人さ、この距離で見るの初めてやから。ちょっと、あ、やめて、ほんとにやかしい。海ぶどういっぱいつ。海ぶどう言うな。この間沖縄にとって。海ぶどうつけて帰ってきて、やめなさい。何してるんすか。ちょっとたまたまオルナミン C 飲みたいなって通りかかったら、なんかやってたら、来ました。ていうてい。ていてい。僕らが大好きな、ていうてい。ていうてい。3日ぐらい前に、あなたが急に LINE が来て、なんか、電話か。LINE 電話があって、出てたから、じゃあ俺、フルー見てたんか。フルー見てて、俺、ああ、せやな。じゃあ、1週間前や。1週間前や。ぐらい前から、誘われて、ちょっとバッティングセンターの。せやな。久しぶりにやってまいりました。まあ、バス停行くから来るかなと思ったら全然出へんって。ちょうど彼女フルーを見てたから。黙れよ。ゴシップガール見てたから。くたばってしまえ。こっちはゴシップガール見るの大変やったから。っていうので、まあ圭介、はい、まあ、も野球をやってたよ。お前に比べたらな全然やけど。いやもう小学校の1年ぐらいやってましたよ。まあやってるかやってないかで言うとやってたよ。やってるかやってないかで言うとやってました。でしょ、はい、いやお前もう筋トレずっとやってるやん。やってますね。しょうもないインスタに筋トレがいっぱい上げて。筋トレはしょうもなくない。これはしょうもないかもしれない。筋トレはしょうもなくない。お前そんな写真やん。しょうもなくないから。しょうもない写真ばっか上げやろって。まあ筋トレしてるよ一応。まあ筋トレやってるやん。うん、打てるやろとね。昔一回インスタ上げとったよ、バス停行ってるとか。変な打ち方。関節ないんかなっていう。逆やろ、あれカチカチやから関節が。じゃあ関節ないんかな。ないんや。まあ今日はとりあえず2人でバッティングセンターで打ちまくるという動画です。はい、君が誘ってくれたのね。昨日一晩中ずっとギータの動画見てた。ああ、フォックスの。はい、まあまあそんな感じで、まあ下でね、ぐだぐだ喋ってるの仕方がないので、まあここはですね、まあ梅田にありますバッティングドーム、はい、っていうところですね。大阪で一番有名なバッティングセンター大東洋。土曜日、日曜日に関しては朝5時までここやってるんで。でもそんなやってんの。土日だけやけど。ジャンカレやん。平日は11時まで利用。あ、でも遅いでも遅い時間までやってるな。遅い時間までやってるのでね。だから結構ね、仕事終わりのサラリーマンとかが結構多いんですよ。ストレス社会やからな。そうストレス発散しようと。ボールを芝居とるわけです。それ芝居、ボール芝居っていうのかな。ボールを芝居って好きで打ってはる人もいると思うんだな、まあね、っていうので、そんな中君はこんな感じ。僕ガチ。いやもうびっくりしたわ。どこぞのアメリカ人かな思ったわ。やめ 3A の選手やろ。 3A やめろ。 3A の選手やろ。マジでキャップ入らんの。かぼろちょっと後でかぶってやろう。お前それ入らんで俺は。っていうので、まあ僕はね、まあ、ウームの野球が、そうやね、もうこの撮影日の2日後、紅白戦がまずウームであるんですよ。気になる。打順が気になりますけどね、打順が。ね、何番打つんでしょうね、もう。あ、まだ決まってないよ。決まってない。なんか練習で打順が決まるんで、出て。そう、全然教えてくれ。監督が。監督がおんの。監督おる。ウームの人やけど。あ、そらら、部外して呼んできてもしゃあないしな。で、まあその翌週にもですね、まあ対外試合があったりするので、ちょっと頑張ってるんですよ。ここ最近ね、何日かはツイッター上げたけど、実は毎日来てんねん、ここ。やばい。いや、見た、ツイッターの動画見たよ。もう、打ちましょう。打ちましょう。喋ってても仕方がないので。もうちょっとワクワクしてるんで、打ちましょう。うん。100球な。マジで、そんな。なんか、13回分凍ってるから。やばいやん。ここで働けよ。ここで働けよ。関係ない。で、行ってきましょう。踊ってんの、うん、知らんで俺。誰ですか。あと
吉本クリエイティブ編集所属の佐々木圭介と申します。これ毎回言わなあかんかな。あ、ちゃんとカットするから。いや、あかんやん。はい、ということでバス停に来ました。もうとりあえず今日はね、もう打ち続けるだけでございます。ただそれだけの動画です。かっこいい。ただそれだけのこと。ただそれだけ。かっこいい。気合い入ってきます。何キロ？120。 OK。 じゃあソースミュージックちゃん冬のね、この間ね、買ったビクタススポーツのバットで売ってます。木製バットです。事務所の野球ぐらいしかやってないのに2万チョロのしかも木製のバット買うっていう。やばい。投げられるよかった。うん。これも買いました。ハイゴールド。これはね、竹バット。バンブー。さあ、靴をさ、うん、これ買い出したやん。はい。買い出したやんって言った。俺らだけでいっぱい靴持ってる人やねん。今もう200以上あるから。やばいよ。数えてもない。クーニンさんみたいなのあるんじゃん、最終的に。あ、野球 YouTuber。そうそう。クーニンさん大好きやね。俺も向けるからさ。だからそれこそクーニンさんの2年ぐらい前に投げてる柳田選手との、はいはい、この V ね、V、はい、縦振りの動画をずっと見てる。はいはいはい。ぐらいでなんか後ろに野球用品わっさー並べて取り出すんじゃん、今後。グローブだけでも多分10個ぐらいあるもんね。それはその学生というか現役時代に使ってたやつも合わせて。今年何個買った？今年3。やばいやん、めっちゃ買うやん。その辺が日本選手より持ってんじゃん。いや、それは言い過ぎや。だって軟式はやから。ああ、そうか、まあ、値段がちゃうもんね。そうそう、やっぱ安いのよ。ファーストミットと、うん、全部ないやよ。なんでなの？1個でええやん。スニーカーも好きなんですけど、野球道具も好きやねん。まあ、もともと野球ずっと好きやろ。わかる、わかる、わかるです。わかるけど、買いすぎやって。手袋今、皿、使ってるやつと皿合わせたら多分10個ぐらい。いらんって。破れたら次のやつ買いなさい。これね、あのマイク・トラウトっていうエンゼルスのね、MLB の主砲って、あの主砲って言われてる。わかんない。メジャーリーグ見てください。CSBS 入ってるから見るけど、うん、プロレスばっか見てるから。プロレスラーにしては体ピョロいんちゃうか。ついたけどさ。いや、でも全然。てか俺すごいな、こんな線細いのに。まあ実際に持ったことある人って分かると思うけど、うん、そうすごい線細いね。めっちゃ細い。キャシャやん。めっちゃ細い。体重53キロやばい。え、だって体重53キロ俺たち10キロちゃうで。うん。てか10キロ以上やわ今。よう飛ばせるよな。結構俺はパワーで押したいタイプやん。はいはい。でも野球以外のスポーツもそうやけど、うん、テクニックが上回るみたいなの言うやん、うん、凌駕するみたいな言うやん。まさしくそれやもん。テクニックあったら俺プロ野球選手なってるって。いやでも分かってる。それはな。それはそうやけど、テクニックも何もないから俺今 YouTuber。 いや、何もないことないと思うけど。俺には何もないんだ。そうだ、失うものは何もない。失うものはいっぱいある。スニーカーぐらいやな、失うものはもう。めっちゃ金かかってるよ。やばい。いや、めっちゃ金いっぱいこでるよ。本当になくなるわ。ちょっと次俺行ってくるわ。はい、行ってらっしゃい。さあ、ケイスケが何キロ打つのか。100キロですね、ケイスケは。自分の YouTube 用のカメラを頑張って設置してますね、彼は。ちなみに彼のですね、カメラは iPhone でございます。iPhone で頑張って撮影してますね。あの皆さん、あの佐々木圭介の時間というですね、YouTube チャンネルをこやつはやっておりますので、皆さんチェックよろしくお願いいたします。空振っております。
しっかりと腹くっております。おっせえ、あ、言い訳ですか、言い訳ですか、うん、はい、そうやってすぐ言い訳するんですか。空振りしてましたよ君。まず全然 ボールに入れてんだけど、あの待たれへん。わかる、ちょ教えてくれへん、この構えてるやん、うん、ねえ足上げるやん、うん、ここで我慢できへんで、もう早く打ち出しちゃえみたいな、うん、どうしたらいいの、どこに体重乗せてるの、軸足のどこに体重かかってるの、あの親指のとこからかかとにこう一番力入ってんのどこ、足で、うん、太もも、太もも、股関節に体重乗っけてみ、どういうこと、そこ、そこに、ここそこに体重感じてみ、そこで体重感じるところで一本足で立てるとこどこ、ここそこで待ったら、むずだって今めっちゃここ痛いもん、ここ筋トレしてるんちゃうんですか、で筋トレしてるんじゃないんですか、筋トレとまたちゃうでこれ、我慢できへんって、いやもう何でもそうやけど手が早い男はあかんねん、ほらほら手が早い男はあかんって、ほらほら、あ、手が早い男なんですか、違うあれそういう男の子ですか、違います、童貞やもん、え童貞やもん童貞なんそんな、そんな顔して童貞なん顔かけないよこんな顔でも童貞だと思う、あ、じゃあチャラいんすか、えじゃあチャラいんすか、いや普通っすね、普通ってなんですか、お想像にお任せします、丸か×しかないと思うんですよ、役立ちしようよ行ってきますね、手袋返してもらいます、あ、そうですね、ごめんなさい、ということでまた120キロ打ちます、これが、まあ、YouTube をやってる人の裏側でございます、うわ絶対そこは打ちそうボール当てそうやなこいつ、結局取るのやめてますねこいつ、さあ120キロ、さっきね100キロ待たれへんわ言うてね言うてましたけど、あんまり変わんないかな、おお当たった当たった、そもそもね、なんで彼僕の木製で売ってるんだろう、金属で売ったらいいやんって思う、君さ金属で売ったらよくない、いや木で売ったんやん、あんま近いわからんけど、だけど木って憧れあるやん、木じゃないけどこれ竹やけど、なんかバット振られてる感すげえやった、やっぱそうなんかな、バットに振られてフラフラーってなってるんだから、普段さ筋トレしてるからさ、うん、900グラムってさ、うん、トレーニングでそんな活用せえへんからさ、はいはい、キロやから、うん、生きるかなって振られてるから、もう体フラフラや、あの分かった、君ね、あの腕っぷしとか上半身強いけど下半身と体幹すげえ弱いかもしれへん、だから下半身のトレーニングやってないんじゃん、あやって最近やってやってる、あやってんねん、そうホームランもしたいからやってる、でもさっき言ってたあの松の、うん、だからこの折れた右やからさ、うん、こっち足で右足でこう打って松ってやってやん、うん、それはちょっと今意識してやってる、うん、ただちょっと言い訳してほしいのが、はい、今足と腰筋肉痛いねんか、俺も、もうそれはお前は筋肉痛じゃないってことにしてくれんねん、俺もうバチバチ筋肉痛やん、そこは話合わせてくれんてやな、筋トレやってるやん、うん、俺筋トレやってるって最近素振りやらバッセンやら言ってるからさ、バキバキなんやからやばいやばい、急にあの室内のね、うん、インドアな人やった、もう家でずっと来れない人、インドアっていうかもうほぼ引きこもりやけど、もう引きこもりですよ、うん、急にじゃない、だってさ別にここのバッセンさ、うん、
別に行こうと思ったらいつでも行けるわけやん。いや、あのね、やっぱ久々にね、あのウームで野球をやったりとかしてさ、やっぱ野球楽しいなってなって。あ、でもそれはわかるわ。ね、特に今年なんか MLB の取材行ったりとか、あ、間近でいっぱい見てくれば、そうあ、やりたいってなりだして、で、まあちょこちょこ、まあ、試合があったりとか、まああるからちょっとね、熱がやばい、やっぱ野球楽しいってなって。あ、確かに。っていうので、野球を動画にしてます。今映ってないけど、そこにさ、うん、その野球の再放送流れてるやん。はいはい。なんか今バッティングセンターやんか、うん、ちょっとノック受けたいなと思って。あ、ノック面白そうやね。ショーバンをバックハンドで受けたいなと思って。君は取れない絶対。取って、多分 取れたとするやん、うん、それで嬉しなくて早急ずれるっていう、多分。てかお前もさ、吉本でさ、うん、野球やってる人お絶対おるやろ。おるけど俺ドームは一切持ってないから。こう大変かな。あれないね。何グローブぐらいやったらあげるでいい。おっと、お下がりでいいんやったら。お下がりでいいよ。お下がりの方が良かったですね、俺は。新品やえ、何ピッチャーよ。いや、一番いらんピッチャーよやったらダルビッシュモデル持ってんだ俺。それは普通に戻として欲しい。ナイキの。あ、欲しい欲しい欲しい。俺もなんでこうたんやろって思って。ということで、打ちましょう。頑張ってください。ありがとうございます。やめてだから。ありがとうございます。いつもありがとうございます。例えばいい。あのね、一つ言って、あの、だいぶ衰えてるなっていうのが一個あって。そんな風には見えへんかも。あのね、下半身の踏ん張りが効けへん。それはあれや、衰えじゃなくてトレーニングをしてないだけ。いや、衰えてんねんだから。それは振った後に、まあ、ある程度バーンってなるのはいいねんけど、うん、そこで、ま、あの、耐えられへんけど、ブラってなったりするんねん。そんなん俺どないなんねん。俺もうグラグラやん。君はぐちゃぐちゃやん。グラグラ超えてぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃや。そう、顔がそんな笑い取れるようになったの。ありがとうございます。ちゃうね、結構イージーな。吉本ちゃうな、やっぱり。結構イージーな笑いやったけどな、ね、君の先輩ここ来てんねんで。いっぱい来てるな。カズサクさん来てんねんで、ここで取ってたで、カズサクさん。あー、ひたすら売ってるだけ。これだからゼロや。君カメラなんか途中セットしようとしてる。止めとってやめた。 あれと思って、ええ場所なくて、うん、そうやせや、俺三脚持ってくるの忘れてたと思って急遽出した。120キロ金属でね、打つみたいです。さすがに木で打つのはということなんですが、あのね、この2日後にね、ウームで、まあ、紅白戦をやるんですよ。多分この動画が上がってる頃は多分試合がもう終わった後、紅白戦やった後やと思うんですけど、やっぱね、打ちたいっすよね、試合となれば。やっぱやるからにはね、こんな頭ですけども、プロレスラーみたいな体型の。何を、金属になった佐々木さん。うん、筋肉があるからといって打てるわけではないという。ケイスケにはちょっとバットをね、毎日振ってもらいましょう。素振りをやってもらいましょう、毎日家で。なんで腰引けてんの。Back into his ride, I don't know. Is this for show? He was like, I'll make you mine.
はい、ということでですね、梅田のバッティングセンターでただひたすらに、打ちまくってきました。カードね、あの13ゲームや思ったら12ゲームでした。でも俺のやつ1回合わせて13ゲームやったな。そうやね結局そうそう、まあ久々にね、久々じゃないな、僕は毎日来てて、動画で、バッティングセンターの動画を上げるのはすごい久々、やったんですけど、以前にね、ノブと2人で行ったんですけどもね、どうでしたバッティングセンター行ってみて。最初全然打たれへんかって、はいはい、まあ、最後も全然打ててないねんけど、まあ、やっぱこう近くに指導、なんちゅう顔、なんで俺が喋ったらそんな顔するかね、わかんない、なんでだろう、生理現象やばいよ俺と出会う前どうなってたん普通なんかこう教えてくれたやん、最後はいはいはい、こうやってやりや、ああやってやりやみたいな、はいはい、でそうしかほんま的確に教えてくれるから、はい、最後の方とかもちょっとずつ当たってきて、はい、ちょっとほんまに楽しかったもう30のエオスさんやけど聞く気ないよ人が喋ってるのにこれが聞く気ないよあったらなお前超楽しかったマジで、あ、ほんまに、うん、よかったよかった、マジでなんかほんまに家でトレーニングだけしてて、はい、それを発揮する場所がないから、まあ再開に出るとかじゃないから俺は、だからちょっとこう次また来るときにはこうバコバコ打ったろうと思って、柳田来たんかな、バコバコ打ったろうな、お前でもバット持ってへんやろ、そうや、そこだから持って帰ろうかな思って、全然なかったんです。これね、あのツイッター見てる方はね、あの分かると思うんですけど、これこの間買ったばっかなんですよ、ハイゴールドバットあげます。え、マジで、あげます。じゃあこれ欲しい人ここまで危ない、危ない、ピザ入ってた、ここ見えてないから、ちょっと危険やから危ない、え、マジで？いいよ、あげる。さあ、その代わり毎日1日1000本送ってください。え、どうなんや、高校の時のノルマが1000から1500やったんで、いや、俺累計でも1000回もバッと振ったことない。え、ほんまにくれるの？マジで？あげるよ。いただきました、使ってください。サイン書いてやる、いらんでしょ、いらんでしょ、俺のサイン、シチュアに芝生か、お前がもっと売れたら何でも鑑定団出すから、うん、全身の関節逆に曲げていい、あかんあかんあかん、ただでさえ体硬いのになんちゅうことしてくれて、ほんまにええんけ、いいよ。いや、なんかね、まあ、前からなんですけど、ホームランいつか打ちたい打ちたい言う割にこれバット持ってないんで、どうやって打つんやろな思って、恥ずいからやめてくれ、え、自分で言う分にはいいねんけど、2、3年ぐらい前からホームラン打ちたい、投手の企画でやろうって言ったら、どうやって打つ気なんやろなかといえば、俺は130キロ投げたいとも言ったから、うん、まだ、まだにその意味諦めてないから、なのでバット振ってください。わかりました、ちょっとほんまにちょっといただいたからには、友情バットいただいたからにはちゃんと1日50回ぐらいは、いや、ノルマはね、あんま上げすぎると、多分今日1日だけで100本以上打ってんだよ。あ、そっか、うん、あの、まあトレーニング代わりにね、はい、使っていただければなと思います。頑張ります、はい、のでね、まあ、ケンスケのチャンネルの方でもこの動画は上がるんですか。上げます、はい、ので、まあ、ケンスケの方も上げんかったら意味なくない、撮ったのなんで撮ってたんやろな、思いながら練習、記録ので、ので、まあ、動画説明欄の方にですね、ケンスケの、YouTube のチャンネルと、インスタのアカウント、貼っとかないので、貼っとかかい、貼っとかなかいのかい、待ってなんでお前が噛むねん、疲れてまんねや、疲れてんのかいな、どれぐらい顔で表現して、あ、あ、あ、俺のこと嫌いやな、嫌い俺のこと滑らしたな、うん、やりやがったな、滑り芸人や、やめてや、滑り止め芸人で降りたいんだ、滑り止め芸人、何なん滑り止め芸人、また滑らしたや、最悪や、泣きそう、ちょっと頑張って、頑張ります、いろいろ頑張ります、頑張って、はい、野球じゃん、仕事頑張って、何なん最悪、ふざけ、いや、お前も疲れてるやん疲れてるか、バッティングセンターが楽しすぎたかどっちかや、いや、でも野球は楽しいです、楽しいね、はい、またちょっとほんまに野球やります、まあ僕はあのウームの野球部で、ヒットを打てるようにちょっと頑張ってきますので、ヒットホームランにしてよ、ホームランタイプではない、ランニングホームランもホームランでしょ、球場で頑張るわ、はい、ホームラン期待してます頑張ります、はい、多分生涯のホームランも数えるほどやということで、またちょっと野球企画ね、はい、何かしらちょっとこいつにあのグラウンドを抑えてもらおうと思うので、はい、頑張ります、どっかしらグラウンドを抑えて、そうやな、淀川近辺抑えとこわ、まあ
で、だから淀田川の近辺のグラウンドを押さえた日に俺は東京行ったよ。何しに犯されたんだ俺は。淀川をわざわざ返して、なんでなんでなんで。え、俺あんなダダっぽいとこで一人で潰れせなかった、はい、超無意味じゃん超無意味じゃん。でもね、またね、野球企画っていうのも専門のってやろうか。やる方もやられる方もしんどないですよ。何ですよ、大丈夫。あ、でもその方は、あ、頑張りだ。延々ファーストサードの振りまくったんや。いやいや、アメリカンノックやん。ほぼアメリカンノックやん。誰がわかんない、アメリカンノックって。わからん、わかる人はおるかもしれない、やってた人はわかる。はいはい、ということで本日はですね、バッティングセンターに行ってきたという動画でした、はい、本日の動画が良ければぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。 See you later、 バイバイ。立ってる26, 80 amps on your feet. Get the air, get the match, show me why you're strong.